これが本当の、あの、始まりない。これ石膏のだけですか？ええ、石膏なんで、スプレーで、色つけて、できた製品はないけど、それ、あとでちょっと。先生の、実質を見てない。きちんと、先頃がなんかこのイグルミの面白さみたいなんでね。よく、ものづくりの、毎年毎年試験みたいな名前で。そうです、これは。うん、そう思います。女性が作ったら、あかんには伝わらない。試練をやりながら、でもそれはなんていうの、楽しまなきゃいけないよね、それもね。そうですね、最初分かんない時は、何でもこうむちゃくちゃにやっとったけど、それがだんだん分かってきたら逆に、怖くなっていくね。無欲でやっとったけど、ちゃんと楽しかったよね。まあちょっと、どこ行ってでもなんか皆さん、なんか知ってはんもんじゃないな。知らない人までみんな知ってた。なんか県外行った方が気楽やね。そうよね。でも今まで電話で、静かになりましたけどね。ここ3年間、4年間ほど大変でした。そうだね、大変だ。なかなかこんな、落ち着いてちゃ仕事がだんだんできなくなっちゃってね、いろいろと用事が入ってきまして、ね、落ち着いて仕事を したくても できない、それが辛いところだって言われますよね。ほんで急になんかいろんな用事がね、入ってくるん、そういったところは砂のそっちの2番目にされたので埋めていくんですね。ああ今はね、これは玉土いうてもんだ。紙土用がちょっと紙の量が少なくて、粒子が粗くて、そんな感じ。そうですよね、やっぱり乾燥してる時の方が向いてますよね、今のはね。いつまでも乾かなかったりしたら、そうですね、遅れちゃうし、その辺がちゃんとなんか、柔らかかったら吸わせて言って、湯型のバッターなんで水分を吸わせたら、あれがそうですね、そうだね。すいません。でも今の用語って面白いね。すごい。すごい仕事も世界に入っとったのかなって。聞いてたらそういうとこにおっちゃってね。気がついたらね。準備だな。そんな分かってたら本当なんだから。未来だと一発するからさ。でもこうやって、なんかどんとこう腰をつけて、なんか自分の想像というか頭の中でこうしてこうしてこう段取りいっぱいありますよね。ありますね。それをしながら
うまくいくかなとか思いながら、でも、まあ、それが成功した時のね、嬉しさというか。そうですね、うん、今でも、一回一回ですね、うん、またがる時はやっぱりそういう緊張感、やっぱ眉毛とか綺麗にしたいとか、もっとなんかいい方法ないかとか、今までと違ったことなんかできんかとか、ものづくりの原点みたいなものが一緒に食べるいかがでしょうね。動くことが好きなんで、やっぱ汗かいて仕事した方が一番いいかも、体が元気になっていうのかね、精神的にもがね、やったんだみたいな、そうなんだけど、後で編集するんですよ。いらないところを削っていって。わかるけど、あまり言う、それでこういうことやってるということで、もう、編集もわかるけど、今ずっと撮ったら大変やわ。ずっとは撮りません。要所要所、要所、どこかで出たの？出てた。そしたら何でも失礼ですけど、聞きますけど、仕上げも全部ご自分で。まあ、仕上げは着色はちょっとね、着色は立川さんに言って、結局着色も入れたらちょっと一応、原料とかなんとか言ってやり方は習ったんだけど、あれはあれでまたじゃ1年目なのに 10年ぐらいかかるような世界やからね。そうです、同じ着色でも煮込みとか製造とか、焼き色とかいろいろありますから、だから一応芋のは僕も総型とか焼き型とか、いろんな洋型とか一応やってきて、まあ、ガス型とか、そこでもあれはか、粘土は変わる、同じ粘土でずっとやってるんですか？いやー、これは今、はばき、一番縁だけのちょっと、前の岩玉がこうちょっと傷んどくから、それを修正してもらってさ、あるのは美容師やっとくから。それは、前の方というと、何回か使えるんですか？焼き型の。いや、今多分一回全部壊してしまいます。壊されますよね。もうどんな綺麗に、パカッと割れてても壊しますね。田んぼの水の加減を見たりとか、
そうなんですね。今、まあ、だから、うん、外行ってもね、全くこうね。でも、この人気っていうものをやってる方だったり、いや、ないですよね。うん、この方は、今は京町なんていうか、昔はもう水尾町行ってね。うん、そこに今腰繊維で生まれたんやけど、何か自然に何か、うん、農家の片手間で。最初からね、今の訓練校みたいでこれ1年、あ、うん、まあ、昔職業法導士だったけどね、はいはいはい、